G7 サミットを前に警察庁長官が広島を訪れメイン会場となるホテルを視察しました警察庁の露木康弘長官は参加した会議でおよそ150人の警察官を前に訓示を述べましたその後メイン会場となる広島市のグランドプリンスホテル広島を訪れました露木長官は森本県警本部長らとともに サミットで使用される可能性があるレストランから島々の位置関係を確認したほか沿岸部などを視察長官からはドローンが飛行してきた際の対応について質問があったということです警,警備の完全な実施に向けて体制の強化構築に努めてまいりたいと考えておりますサミット開催決定以降警察庁長官が広島を訪れるのは今回が初めてです